いつもご視聴ありがとうございます。電気スタンド、さまざ、あ、まな種類があるんですが、このように電球を変えられるもの、変えられないものなどあります。これ今入れてるのがあの LED 電球なんですが、これを入れると消費電力があまり消費しないので、 電気を、電気代を抑えることができます。なので、LED おすすめですので、えー、入れ、入れ替えれるタイプの電気スタンドをぜひ選んで、入れ替えて節電してみましょう。で、こちらの、えー、電気スタンドなんですが、まあ、高さを調整することができまして、えー、メガに 一番見やすいところ、見にくかったりすると目が悪くなったりしますので自分の高さの見やすい位置に調整して使用してください今回も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いいたしましょう